緊急事態宣言について、北海道、岡山県、広島県を追加し、期間は5月16日から5月31日までとすること、まん延防止等重点措置について、群馬県、石川県、熊本県を追加をし、期間は5月16日から6月13日までとすることを決定をいたしました。今朝の分科会においては、専門家の方々からより厳しい対応が必要との考えが示されました。政府としても変異株が広がる中で、今が感染を食い止める大事な時期だという考えに変わりはなく、専門家のご意見も尊重し、今回追加の判断を行いました。全国の自治体で今週から順次本格的なワクチン接種が進んでいます。すべての皆さんが一日も早く接種できるように取り組んでまいります。さらに来月中をめどに高齢者の接種の見通しがついた市町村から基礎疾患がある方々を含めて広く一般の方々にも接種を開始をいたします。こうした中でなかなか予約が取れないなど皆様にはご不便をおかけしておりますことを大変申し訳なく思います。しかし必ず皆さんに受けていただけるように、6月末までには1億回分のワクチンを確保し、自治体など関係者の皆さんとしっかりと協力してまいります。IOC は4月からの開催をすでに決定しておりますが、開催にあたっては、選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じて、安心をして参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守っていく、ここが責務だというふうに思っております。こうした対策を徹底することで、国民の命と健康を守り、安心、安全の大会を実現することは可能と考えており、準備を進めていきたい、こういうふうに思います。